皆様こんにちは。今回もシトチャットをしていきたいと思います。これ使います。ここのニキビが収束してきたんですけど、ここのこっちにまたできてきて、もう最近調子が悪いですね。おでこ周りが。この下地使うと本当に、もう今もちょっとツヤーンとしてるんですけど、ツヤが出てくれるので大好きです。でファンデーションはこれ使います。ケイトのシークレットスキンメーカーゼロ。ちゃっかりゲットしてて、私は4番濃いめの色使ってるんですけど、本当にコンシーラーいらずなので気に入ってます。でブラシも専属のブラシもついてるんですけど、私はこれでやります。専属のブラシは限定のセットみたいのでついてると思うんですけど、私が買った時もブラシがついてたのでゲットしました。まあ、スポンジの方が早く綺麗になじむので好きです。まあこれコンシーラーいらずって言ってるんですけど、そばかすが私は多いので、ここをもっと重点的にカバーしていきます。で同じリキッドファンデでカバーすると、なんだろう、厚塗り感もそんなにコンシーラーを重ねるよりもないし、自然に色の差とかもないので、最近コンシーラーっていうよりは同じリキッドを何回も重ねるようにしてます。わかりますか、このなんかカバーって感じ。私は結構2回のスコアに塗ってるので、なんかすごい塗ってるっていう感じなんですけど、1回だけで済ますとそんな厚塗り感もないのにちゃんとカバーしてくれてて気に入ってます。めっちゃ最初はあのちっちゃいなんか雑誌の付録でテスターが3色1番と2番と4番、これと同じ色が2日分2回分ずつ入ってて、それで最初試していいと思って、まあケイトのベースケアはもともとあのパウダーファンデーションでとかで良さは知ってたので買いました。でこれ使います。センザンヌのチークスティック02番。なんか急にツヤ肌ブームが私の中で来たので、クリームチークを使います。塗り方はいつもと一緒の目の下。ほんとクリームチーク苦手だったんですけど、これすごい馴染みやすくて気に入ってます。なんか変にムラとかできない。これメイクさんとかもこのパウダー、ローラメルシエのパウダー使っててやっぱいいんだなって思いました。このちょっとリキッドのあれなんですけど、これで最近は目の下だけをセットさせるのと、このクリームチークをちょっと定着させます。鼻と T ゾーンもこの
ブラシとお粉でやります。で、そしたら私はこのお粉ではなくキャンドルブローの方で顔全体をセットさせます。ちょっとだけ、このボラ油でっかい、ほんとこれ使うとツヤーンとするので大好きです、このパウダー。そしたら眉毛、眉毛はまずこのケイトのやつの一番濃い色で目尻を描きます。眉頭をこのパウダリーブローペンシルで描きます。こっちの方が明るい色なので眉頭は自然にちょんちょんちょんって描きます。そしたらこっちでぼかします。それと毛の流れを整えます。はい。で、ノーズシャドウはこの明るい2色を混ぜて入れます。これ使います。コスメデコルテのアイブロウジェム BR380 番、塗ります。アイプライマー塗るの忘れたんですけど、まあこんな感じです。綺麗、一色でめっちゃ綺麗。そしたら使います、大好きなこれ使います。ここのハイライトを眉下のハイライトに入れるとめっちゃ綺麗に、なんかツヤ感みたいな、馴染んでくれるし、すごい綺麗なんで、光に当たった時とか。で、どうしようかな。まあ、ここの色を下まぶたに入れます。上の目尻側も入れて、下とくっつけるみたいな、ぐるっと囲み目をするようにのせます。で、一番濃い色でアイライナーみたいな感じで上まぶたに入れます。そしたらビューラーします。これ使います。で、これを下まぶたに入れます。
なんかチットチャットいっぱいやってると話すことがだんだんなくなってきちゃうので、ツイッターとかでなんか聞きたいことがあれば質問ください。それをちょいちょいチットチャットで答えながらメイクしていきたいなって思います。あ、今回これ気持ち悪いからって飛ばさなかったですね。いつも飛ばすので。はい、そしたらまあ一応クリームチーク仕込んでるんですけど、薄いので、ちょっとだけ薄いのでオレンジをちょっと足します。ポンポンポンってこれぐらい。シェーディング、もうやばいです。いよいよ周りしかない。これ使います、ハイライト。アイライナー、キングダムのやつで、リップはセザンヌのリップペンシル02番を使ってで縁取っていきます。チークがオレンジなので、このイヴ・サンローランの14番、ルージュボリュプシャインの14番を塗ります。そしたら今回はちょっとカラコンを久しぶりに入れます。レビアのなんだっけ、ペールミラージュ、これが一番私の目に合ってて痛くないんですよ。長時間つけても全然ゴロゴロもしないし大好き。はい、こんな感じで久しぶりにカラコンを入れてみました。ちょっと今回すごいこのソフト&ジェントルとキャンドルグロワのおかげでツヤ肌です。はい、こんな感じでちょっと話すことが少なめで短いかもしれないんですけど、何か質問があればツイッターの方が見やすいので、ツイッターかなで質問ください。そしたら次話しながらメイクしていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。